民族芸能のの保護団体は磯の田法師会1973年12月4日に記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に選択1990年3月29日に重要無形民族文化財に指定されたまた東海農政局による東海日の里百選に選定されている 伊蔵宮お田植え祭り毎年6月24日に行われる伊蔵宮お田植え祭りで披露される。祭りそのものも御神殿と呼ばれる。開催日の6月24日は山和姫命の巡行の際に7匹のサメが野川を遡上し、命に伊蔵宮の鎮座地を示したという七本ザメ伝承に基づく。毎年この日には7匹のサメが伊蔵宮に参詣するとされ、 近隣の漁師は、給料する習慣がある。期限は定かではないが、平安時代末期に、現在の形が成立したという説が、一般的である。明治時代以前に、磯部七号、後に、磯部九号と呼ばれた以下の旧地区が、以下の並び順に7年に一度祭りを担当する。2011年は、下野国が務めた。2020年は、狭間が担当する予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の影響で神事を中止したため、2021年にずれ込んだ。おおむね旧磯部村の領域に一致するが、坂崎、飯浜は宝区に含まれない。和日区合同で行う。上野号に残る年中行事応募描きには、江戸時代の宝区について以下のように記している。1、子、立つ、新橋物号村。1、牛、三、鳥初基寺村。 狭間村、穴川村、一、虎、馬、術入り原村、一、う、羊、岩越地村、上野郷村、靴掛村、山田村。すなわち、下野郷と襟原は4年ごと、五次、上野郷と靴掛、山田は8年ごと、築地、狭間、穴川は12年ごとに担当が回ってくるようになっており、地区により担当回数に大きな差があった。 ご神殿に奉仕する人を、役人という。以前は衣装を自前で用意する必要があったため、地区の有力者から順に選ばれることが多かった。そのため、神事に出られることを名誉とする風潮があったが、少子化のため、そうした雰囲気は薄れてきている。いかに役とその役割を記す。役人の他にも、意味だけを奪い合う、男衆、異蔵宮の神職。 神事の指導をする師匠、宝粛の区長、薬人の身辺の世話人、神田のある神の郷の住民などが、祭りの運営に携わっている。配礼マイナスや首都が、祭りの成功を祈願して、参拝とお祓いをする。苗取引田道人と佐乙女が苗場を三周半、回って、苗を取る。竹取神事神田の中央に設置された、大地と書かれた内輪のついた意味だけを、男が奪い合う。 この竹の一辺を船に祀れば、豊漁となると伝えられるため、男たちは荒々しい奪い合いを繰り広げる。見物客の注目を集める場面であるが、ご記録に現れるのは1882年頃であり、祭りの本質ではないとされる。おたうえ神寺笛や太鼓の演奏の中、さおとめと田道人が横一列になって苗を植えてゆく。 半分ほど植え終えたところで、役人に酒が振る舞われる。この後、さらによって、視聴者の前が回れる。曲調は、各地区共通であるが、市が若干異なる。また、下の5区のみ太鼓による、岩扉開きの前が披露される。踊り込みから休憩を挟んだ後、a シャント星という踊り込み歌を歌いながら、神田から、伊蔵宮一の鳥居までの約二百メートルを二時間かけて、 ネディアルク。感染対策のため、2021年は30分に短縮された。歌詞は地区ごとに異なる。一般にはこれにて、祭りは終了と思われている。千秋楽の姉妹太鼓と笹ささらによって回れる、短い舞。三重県教育委員会事務局社会教育、文化財保護課みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、情報データベース。 磯部の御神殿東海農政局農村計画部、農村振興会 AB 会の博物館、石原16ページ伊勢島キラリ先々、実行グループ伊勢島キラリ先々、エリゲンハヤモチつき、沢モ伊勢島キラリ先々、伊勢島キラリ先々実行グループ、2018年3月5日閲覧、ABC 安倍武虎、2年ぶりに、サオトメラ苗上島、伊蔵宮の、お田植え祭り、 中日新聞、2021年6月25日閲覧。ABCE だ、16ページ ABCD 阿部、竹虎コロナ禍も伝統を守る、感染症対策徹底24日、おたうえ祭り、中日新聞2021年6月22日付長官、伊勢島番桜井、286ページ、ABE 藤編、22ページ海の博物館、石原17ページ、 ありがとうございます。